とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はねデイリークエストを行きます。ここです。壊れたシタデル、以前ここに行ってボスで苦戦したんだよね。なのでボスを練習しようと思います。多分アーティファクトをバリア入れていくと結構簡単になると思うんだ。なんで今日はちょっと練習します。変更点が HP1、 そしてアイテムボーナスを持ってる。でモブがクリティカルです。ちょっと厳しいかもしれないけども行きましょう。それでは行きましょう。基本的にキャプテンは全部探していきます。まあキャプテン倒した方が報酬美味しいし、それぐらいちょっと難しい感じで練習していきたいんだよね。そうか、アイテムボーナスか。アイテムボーナスはね結構、難易度が下がるんでいいんだけども、これね矢が出ないんだよね。矢が出ないからちょっと難しいか。ギフトで矢を出して増殖してから行きましょうか。これちょっと難しいわ。それではボスのところまで来ました。キャプテンは3体倒しました。なかなか最悪なやつが来たね。ダメージ 40% 減少して、HP が 60% 減少する。もうとんでもないやつだ。確実にワンパンされる。クリティカルがついてるからね、確実ワンパンで、 HP が1に固定なのに1回死んじゃいました。これはかなりピンチ。どうしようか。まあまあやってみるっきゃないよね。とにかくバリアがあればある程度のことは防げるのよ。それにエレメントのカバンを一つ入れてなんとか耐えていきましょう。でアーティファクトチャージでいいか。ああいい、なんでもいいや。パープルストームでガシガシ行くか。これで倒してみます。いやー、デスバーターが欲しい。デスバーターがむちゃくちゃ欲しい。多分ね通常攻撃で攻撃してもダメージ全然入んない、全然入んない。やっぱりエレメントのカバンの雷じゃないといいダメージは入んないな。オッケー。とりあえずビームは全部この、ね、バリアでなんとかなるんで、あとはこの雑魚をカバンで倒していけばいいんだわ。オッケー。ここはねなんとかなりますわ。ちょっと待って、あぶねえ。バリアをとにかく切らさないように行きましょう。行くぞ。で敵が出してくる。あ、やば、全然雷出ない。わあ、全然雷出ない。よし、またボスまで来ました。また一回死んじゃったね。どうしてもクリティカルなんでワンパンされるんだよね。行きましょう。装備は今シングルプレイやってるんで途中で変えれるのよ、時間が止まるから。なんでそれで行こう。またボスまで来ました。一回死んじゃってるね。さすがにクリティカルがあるんで死んじゃうんだよな。で今回は装備は、ま、エレメントのカバンを2つ装備してるんだけども、あのねこれシングルプレイなんで途中で変えれるのよ装備を、時間が止まるから。なんで途中で装備をビームが来た時は変えるっていう方法でいきます。やっぱりねカバン2つ装備してないと事故が起こるもんな、雷が出なくて。なんでちょっとこれでやってみます。よし、 OK、 とりあえず、あ、もうちょっと減らせるか。あ、だよね、ここまでですね。でそしてなんか来る、ビームか、来た。でビーム来た時に、おお、ちょっとアイテムいっぱいだな。
アイテムは武器に置きます。でビームが来たらマリアに変える。でビームが終わったらまたカバンを2つ装備するという、そんな感じでやっていきます。うん、どうだ、それでなんとかいけるでしょ。ほら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 、いけるよ。ビームしない？ OK。 でこうなったらまたカバンを2つ装備して攻撃的なやつでガシガシといく。あ、ちょっと待って、俺待って、弓装備間違えてる。こいつはバブルダメージが入らないんで、こいつで行った方が断然いい。でこの時はもう近づかないとこ、うん、この時はもう近づかない方がいいわ。はいはいはい、ダメージ与えれる時には与えて、待つ時には待つ。うん、あまり急がないようにね、していきましょう。焦りすぎるとどうしてもねダメで、焦りは禁物です。 OK、 これが来たらバリアで耐える。うん、まあ、パーティープレイの時はなんかこう分担していったらいいよね。バリアの人は、バリアでみんなを守ると、で攻撃特化の人はもう攻撃だけでやっていく、そういう感じが良さげ。うん、いや、あぶねえ、これ死ぬ死ぬ死ぬ、これ食らったら死ぬ。よし、 OK、 どんどん足場がなくなってきた。弓のダメージはほんとわずかだね。あぶねえ、 OK。 さあ何してくる？あ、それか、ちょっと待って、ちゃんと出てよちゃんと雷いっぱい出てよ。雷が出ないとお前たちのワンパンで死ぬから俺。よし、 OK、 もう来ないよね。3回ボンボンボンで終わりだから、よし、あとはお前の HP を削って終わりだ。やっば、よし、 OKOKOK、 避けろ避けろ、しっかり避けていけ。やべ、くらえ、弓はほんとわずかだけども、よし、 OK、 倒したー。よし、まあまあまあ、これシングルプレイだったらいけるね。うん、焦らずに装備をその時その時で変えていけばいける。うん、でパーティーの時もそうだね、多分基本的にみんなゴリ押しでいくと思うんで、一人はバリアを持っていくと全然違うわ。うん、一人バリアがいるだけで全然違います。はい、ちょっとキャプテン倒してないので報酬はいまいちだけども、まあ報酬見てみましょうか。では見てみましょう。なんだっけ、防具、爆縮全然いらないやつだ。はい、ということで、ボス多分これでねだいぶ攻略できるようになったと思う。とにかく俺はバリアをつけていく、うん、そういうやり方でいきましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。